はじめまして。これから私の留学をする理由について話していきます。私は日本のアニメや漫画が大好きです。ベトナムでも日本の漫画やアニメをたくさん見ることができます。最近ではテレビやウェブサイトで見られます。なぜ日本の漫画やアニメがベトナムで人気があるのか、そこには大変興味深い理由があります。日本のアニメ、漫画は一回見ると最終回まで見ずにはいられないものがたくさんあります。次の場面が見たくなる、知りたくなる、それが日本のアニメだと思っています。また、日本のアニメや漫画の魅力はもう一つあります。それは大人のための漫画、アニメであるということです。私たちにとって漫画やアニメというのは子供のものであるというイメージがあります。その壁を壊したのが日本のアニメなんです。日本のアニメのストーリーは他の国の映画と比べても劣らないほどのクオリティです。そのため世界中の大人たちが日本のアニメ、漫画を楽しむことができるのです。もし日本で勉強できたら、まず日本語学校を卒業してアニメや漫画を学ぶ専門学校に入り、アニメや漫画の制作や企画について深く学んでいきたいと思っています。